香川 IC 付近から山口市街方面山口宇部道路は山口県山口市浅田から同県宇部市最起派に至る道路である。地域高規格道路山口宇部小野田連絡道路の一部であり、全線が山口県道6号山口宇部線に指定されている。高速道路ナンバリングによる路線番号は香川インターチェンジ 宇部ジャンクション間が、山陽自動車道と合理道路とともに、e、E2 が割り振られている。なお、浅田インターチェンジか川 IC 間、宇部 JCT 宇部南インターチェンジ間には、路線番号が割り振られていない。か川 IC 宇部南インターチェンジ間は、1975年2月27日に、一般有料道路の山口宇部有料道路として、開通した。同区間は、全線が、 第3種2級の道路規格で建設され、暫定に車線で開通していたが、この内か川 IC 宇部東 IC 館は、2001年の山陽自動車道宇部下関線開通に合わせて、第1種3級の道路規格への改築及び4、車線への拡幅が実施され、国道2号合理道路と合わせて、山陽自動車道に並行する自動車専用道路に指定された。 一方、宇部東 IC 宇部南インターチェンジ間は、暫定に車線の一般道路規格として存置されており、排気量 125cc 以下の自動二輪車、原動機付き自転車、小型特殊自動車、軽車両はこの区間に限り通行できる。設計速度は、山陽自動車道に並行する、一般自動車専用道路区間が、時速8 0トル、一般道路区間が、 時速 60km であり、最高速度も同様の数値に設定されている。浅田インターチェンジかかわいしい館は、おいでまっせ。山口国体の開催に合わせて、無料の自動車専用道路として建設され、2011年7月31日に、暫定2車線の自動車専用道路で開通した。有料区間は、 山口宇部有料道路として山口県道路公社が管理してきたが同行舎の廃止に伴い2012年3月28日から無料開放された流通センターインターチェンジ長谷インターチェンジ間では中国自動車道と接続する小通り JCT の建設を進めてきたが2016年3月27日に完成供用を開始した 2012年1月11日に、同 JCT 建設に伴い施行中であった、乗り面が高さ30メートル、幅70メートルにわたって崩落した。上記のほか、平面交差点が、片倉インターチェンジ岡野辻インターチェンジ間に1カ所、岡野辻インターチェンジ宇部南インターチェンジ間に2カ所、存在する。片倉インターチェンジ岡野辻インターチェンジ間については、 2008年に、宇部料金所、跡地付近に、宇部リンクウズノーパークへの侵入路として新設された。当初は上り線のみであったが、2012年3月28日の無料化に合わせて下り線からも利用できるように改良された。ETC については、当初は無線通信による通行ができなかったが、2008年9月1日より、香川、由良料金所、 アジスインターチェンジ、宇部東、宇部南料金所、宇部東 IC にて、ETC による無線通行を開始した。なお、宇部東 IC 宇部南インターチェンジ間のみの利用には ETC 及び、クレジットカードの利用ができなかった。また、山口宇部道路、小郡道路を介して、山陽自動車道宇部 JCT 山口南インターチェンジを通過した場合、 前後の料金が通算されないため、ETC 通勤割引については、ETC 無線通行時の2度目の生産時には、割引が適用されない。なお、宇部 JCT から、山陽自動車道宇部下関線経由で通行する場合には、料金が通算されるため双方で、e、ETC 通勤割引が適用になるほか、距離、回数に関係なく、 割引が適用される ETC 深夜割引及び障害者割引は小おおり道路を介した通行であっても双方で割引が適用になっていた。無料化に伴い ETC 関連の機器はすべて撤去されている。小おおりトンネル入り口24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成広報、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。